はい、どうも、チャンネルダルクです。というわけで、今回も、コールオブデューティーモバイル、早速ね、実況プレイやっていくんですけども、ついに、あの COD の公式が、あの重い腰の公式、動かざること山のごとしと言われてるようなあの公式さんが、詫び席ならぬ、詫びクレートを配りまして、しかも、謝罪文付きです。いや、これやばくないですか？もう歴史が動いたですよ。いや、本当に過去ね、まあ、これぐらいの出来事はなかったよね。なんか、詫びクレートぐらいちらほらあったんだけど、ここまで大々的なものはね、初ということで、まあ、何があったのかっていうね、まあ、ことの経緯を話していきますと、一応ね、前回紹介したこちら、サイト付きフェネックこと、ベクターの、バリアント、デスエンジン。まあ、こちらがですね、まあ、見てもらったらわかる通り、アイアンサイトがね、こういう形でサイト付きで、めちゃくちゃ当てやすくなるんですよ。で、しかも、その環境的に、フェネックの環境的に、このね、赤色の枠が一番使いやすかったんだけど、まあ、このサイトを超えるレベルで、こいつの視認性が半端なくて、もうプロも押すレベル。そう、プロも、いや、これめちゃくちゃやばいよっていうぐらい、押す一品なんですよ。で、こちらをね、獲得できるクレートがこちら。はい、一番新しいクレートの強化ソルジャークレート。こちらがですね、当日まさかのバグで、まあ、通常ね、クレート引く際ってボーナスが生じるんですよ。例えばこちらだったら、10連目で、紫が確定で、30連目でまた確定みたいな。ただこちら、強化ソルジャー、当日追加投資、こういう10連30連60連100連じゃなくて10連10連10連みたいな形の表示だったり10連100連っていう表示だったりとかしてたんですよ。でその10連100連の人はまあ10連引いて終わりかなみたいな感じなんですが、10連10連10連ってなってる人はまあ続けて引くじゃないですか、信じてね紫を。ただこちらがですね、まあその表示バグももちろん問題なんですけど適用されてないんですよ。そうだから今これ黄色いなんか線が引かれてるじゃないですか、今ここまで引きましたよみたいな。これがですね適用されてなくて何回引いても紫確定で来ないんですよ。もちろん運で紫出ることがあっても確定で出ないとっていう形のバグがあって、人によっては200連とか引いたって人いるんですよ。やばくない？ツイッターで。でそれで詫びクレートが返ってこうへんっていうのが昨日だったんですけど、その後ね、こちらメールの方でこういう文章が送られてきました。はい、ちょっと読み上げますと、リーセントリーゼアワザーなんちゃらかんちゃらなんちゃらかんちゃらなんちゃらかんちゃらで、サンキューフォーユーアンダースタンディングということで、ちょっと訳しますと、最近リンフォースドソルジャークレートだから強化ソルジャークレートが追加されて、なんかまあトラブル起こしてソーリーごめんなさい、代わりにフリークレート、まあ無料クレートを皆さんに送りますよ、サンキューフォーユアアンダースタンディングだからご理解のほどよろしくお願いします、コールオブデューティーモバイルチームよりみたいな感じです。はい、ということでガバガバ翻訳で申し訳ないんですけど、てかさごめんね、俺の英語できないのをちょっと言い訳にしたいんだけど、日本語でさ誤訳して送ってこいよって悲しいじゃない？本当の謝罪の誠意があるんだったらさ、なんで英語のまんまやねみたいな。まあそういうちょっと僕の英語できないなんか責任転嫁置いといて、まあとりあえずそんな感じの、まあ最近追加されたけどごめんなさいねみたいなのが送られてきました。はい、こちらまさかのクレート15個ということで、過去ね多分ないや、詫びクレートなんかね、あったんだけど、ここまで大々的なのはなかったんじゃないかな。ね。このゴーイングダーククレートもそういや、詫び席で配られたよね、昔。まあ、あったからぐらいで、やっぱここまで大々的しっかりとしたのはなかったということで、いやー、まさかのあの運営がですよ、歴史が動いたですね。はい、ということで、まあ、ちょっと15連がこちらあるんで、ちょっと引いていきましょうか。せっかくなんでね、10連ずつ引こっかね。いきます。ほっ。これは適用されてるんかね。けど紫全然出てるわ。よかった。で、プラス5個と。いや、本当にね、なんか今回の炎上ちょっとやばかったんだよね。まあ、本当はね、これ通常のアプリとかだったら大問題で大炎上だったんだけど、まあ、コールオブデューティーだからなんかよかったよね感があったんよね。そう。で、エコファイアいただきます。これランキング報酬のやつですね。あざまる水産。確かトップ 5% のやつかな。っていう形で、ちょっとま、引いてないクレートあるからいっぱい引くか。なんか昔もあったよね。けど昔は割としょうもな系だったし、てか過去一やばかった炎上はあれだよな。シーズン1のハロウィンのやつ。ね。表示詐欺のやつ。表示詐欺ではないのか。課金すればするほど金額が上がっていくっていう、まあ、泥方式のやつあるじゃないですか。あれがね、まあ、今はあえて表示されてますけど、昔は表示なかったんよ。だから、初めてあれが追加された時、知らずうちに3万とか課金してて、やばかったみたいな。で、金額も高いし、みたいな。あれが多分過去一揉めたんじゃないかな。ね。あれが一番燃えたって感じなんですけど、すいません。クレート何もこうへんかったな。あ、けど、俺進んでるちゃんと。よかった。いや、これ安心できましたわ。で、せっかくなんで、プラス10連とか引いちゃいましょうか。なんか僕はねこれ30連目で出たんですよ。そう、他の実況者は30連とか40連の日じゃなかったね、もっと引いてたね。いやもう本当に他の人はもうかわいそうになるぐらい引いてて、で僕だけなんかねパッと出たから、他の結構コメント欄ではなんか公式公認だから特別に当たってんじゃねみたいな全くそんなことはないですからね、平等ですから。けどなんか最近なんか COD モバイルで爆死してないよね、って言ったそばから ICR とこのプロトン欲しいよね。
よね。せっかくだったらこのね炎上騒ぎのこの件でまあプロトンゲットしましたよっていう歴史が欲しいんだけど、 ICR はいらん。結局これ100年まで引くって形か。まあけどね、いいですよ。あ、これちょっときついな。はい、ということで息を吸うように課金、また10連いきます。これで次出るんじゃないかな。お、はい出ました。ということでプロトン、デフォルトユニフォームを着たプロトン、これ AW のキャラクターとなっております。まあせっかくだから愛用したいよね、この炎上くん。まあとりあえずね、今回まあ謝罪の件があったということで、まあちょっとその過去の歴史というか今までの COD の歴史についてね、ちょっと話しながら、こちらお目当てのフェネックさん再度使ってねやっていこうかなと思います。はい、ということでこれからもコールオブデューティーモバイルの動画上げていきますので、もしよろしければ通知が届くにチャンネル登録高評価よろしくお願いします。はい、ということで早速ランクマッチのチームデスマッチ、マップはこちらクラッシュでやっていきたいと思います。あ、使っていくキャラクターは意外と好評だったこちら、プロトンさんですね。なんかコメント欄ではもうちょっとこう批判的な、なんかダセーとかってコメントつくかなと思ったんですけど、意外と欲しいって方が多かったですね。こちらプロトンさん、乾電池の妹がぴったりということでやっていきましょう。使っていく武器はこちらフェネックの、デスエンジン、こういう形でサイト付きですね。これが見やすいのなんのでめちゃくちゃ強いと。でも、まあ、今回ちょっといろいろと過去探ってみたんですよ。コットンモバイル過去では、どれぐらいちょっとね揉めたというかクレートで問題起こしたかなって調べてみたんですけど、そしたら意外なことにあんまりなかった。そう、いや炎上ごとはちらほらあるんよ。なんかバグでこうやらこうやらグリッチ直さへんからうんぬんかんぬんとかあったんだけど、決定的なそのクレートで詐欺してなんかこう今回の件みたいに謝罪するみたいなケースはほんのごく稀でしたね。あぶね、ほんのごく稀で、っていうのも、いや、やべ、めっちゃ強いわ、やっぱり。なんか、クレートで表示ミスあったんだよね。文字化けの XYZ、うんならかんやら、みたいな。そう、わけわからん、その、文字列、文字化けクレートがあって、なんかその文字化けクレートを、まあ、ほんと数時間くらいだったんだよ、表示されたのは。ただ、それでね、やっぱりあったら珍しいって引いてみるじゃん。なんかその、怖いもの見たさというかね、面白見たさで、なんか面白半分で課金した人がいて、で、引いてみたら意外と何も出てこなかった。単純のバグで、まあ、CP だけ吸われちゃったみたいなことがあるらしいんよ。だから、被害がめちゃくちゃ少ないよ。時間も限られてたし、あと単純に、それ引く人って正直、自業自得というか、なんかまあ、ね、そういうバグ見たさでやったわけじゃん、引いたわけじゃん。だから、まあ、今回ほど悪意はないよねって。今回の明らかになんかもう、ボーナスも重表記で、ね、もう引け引け引けってやってるし、ね、で、実際引いた金額で言ったら、100CP とか、100CP じゃない、100連とか全然引いてるんよ、みんな。そう。これ当てる人はね。だから、やっぱ被害がでかかった。うん。で、やっぱ悪意が塊だった。っていうのがあったんでね。やっぱ被害というか、今回の燃え方の人比べたらそこまでなかったよねっていう。一応その文字化けのやつも、なんか詫びクレートはされたらしいんよ。だからそれぐらいかな。まあ、炎上はなんかちらほらあったりとかしたけど、あと本家の方も調べたんよ。意外と本家はなかったね。うん。てかそもそもクレートっていうのは、なんかその暗号キーっていう、昔は課金じゃなくて、無料で、その、例えばこのランクマッチやってます、一試合やったら、2個、なんかその、CP がもらえて、合計10個で、1個引ける、クレートが引けるよ、みたいな、お得じゃない？今考えるとというか、まあ、その機能が足されたら間違いなくこのゲーム神ゲーになるんだけど、まあ、残念ながらその機能は昔のね、PS4 とか PS3 のゲームだけという、ちょっと悲しい現実ですが、まあ、昔はそういう形でね、課金ガチャガチャ引いてたんですよ。そう。課金するなんてありえない、みたいな感じだったんですよね。ほんのごく一部、なんか実況者が新武器、初日で使いたいから課金するみたいな、それまではいっぱいこう、公開マッチとかランクマッチやって、まあ、お金貯めて一気に CP 放出みたいな、そんな感じだったんですよ。強えなマジで。だからそこまで無料の時代だから、そこまで揉めなかった、燃えなかったっていうのが過去の背景としてありますね。あと単純に本家の方はやっぱ PS4 とか PC だから、まあバグはあったとしても、その決定的、このコールオブデューティーモバイルみたいなバグオブデューティーはないんですよ。そう、あくまでやっぱモバイルだから、いやもちろん本家も色々とあるよバグは、ただモバイルほどではない。うん、っていう形でね、まあ、本家の方はそこまでなかったかな。あ、待って、これ敵じゃん、びっくりした。で、あと単純になんかその、謝罪をね、あんましないんだよね、本家。てかもうモバイルもそうだよな。あんましないよね、謝罪。ね、ちっちゃなことはなんかスルーしちゃえ、みたいな。俺、我大手企業ぞ、みたいな感じよな。我大手企業ぞ。いいんかみたいな。うわー、びっくりした。こいつやばいな。チャイニーズじゃない、韓国語かな、これ。韓国語じゃ、ハングル語って言うんだっけな。あ、待って、ディスやばそう、これ。めっちゃ強え。待って、これさ、こっちで湧くんじゃね？一旦行動の最奥で、決まりましょう。ここに行ったら絶対ここでみんな湧くはず。ゲームしよう、オンラインで。
で、あと一応ね、今回、その謝罪が遅れた経緯について、ちょっと私の口からね、私が謝罪したいんだけど、私は何も悪くないんですけど、一応ね、説明すると、まあ、ロサンゼルスに本社があるわけじゃないですか、アクティビジョンが。で、謝罪文考えるのって、日本じゃないんですよ。日本支部が勝手に、日本で文章で、この度は何やら何やらでごめんなさいって考えないんですよ。そう、海外のお偉い方々、言ったら社長、まあ、社長じゃないな、部署があるんだろうな、どうせモバイルの。モバイルの部署と、あと弁護士とか、その謝罪文考えるプロがいるんですよ、プロフェッショナル。そう、この謝罪文だったら、間違いなく大丈夫みたいな、そう、炎上しないよみたいな感じのプロフェッショナルが海外いるんよ。すごくない？ね。っていうのがあって、で、そこを一回通すんよ、実は。そう。だから、経由するところがめちゃめちゃ多くて、まずアクティビジョンじゃん。で、次に、その、弁護士とかそういうところに通して、まあ、そのアクティビジョン内に通してから、テンセントっていうこの中国ですよね。中国企業を通してからの、この日本支部に来るわけですから、それはまあ、遅いよなっていう。まあ、今回日本支部に来てないからあれなんだけど、それはまあ、遅いよなって感じですよね。はい。まあ、しゃーなしなところですよ。だから、ちょっと代わりに謝罪します。まあ、この度ね、ちょっとアクティビジョンさんの方が、詫びくれとしかり、謝罪メールの方が遅れたことをお詫びします。はい。ということで。なんか確かその話をね、聞いたんですよね。僕が、まあ、昔のことなんだけど、いや、対応しないと、マジで、今のコールオブデューティーモバイルやばいっすよっていうのを、まあ、アクティビジョンのスタッフの方に送ったことがあるんですよね、私が。で、そしたら、いや、実はちょっとこれには訳があって、日本の方でいち早くね、日本の皆さんに謝罪とか、ご報告入れたいんですけど、実はこういう背景があって、すぐに動けないんですよ、ジャヌさん、みたいな。っていうのがあったりとかして、もう、いろいろ、僕が実際その時動画上げて、対応したりとかしたことがあるんですよ。そう。はい、ということで23キル4です。やったね。めちゃくちゃ強い。そう、だからまあ、今回一応謝罪が遅れちゃってね、怒ってる方とか、それこそ IQ さんが詫びくれと何もなかったんだけど、 CP 返金なかったんだけどみたいな形でツイッターで切れてたんよ。で、もう遅れてね、こうやって来てるわけですよ。だからまあ、正直今後ね、何かあった時もう1日とか2日遅れるというつもりで、まあ、皆さん見ていただけたらなと思います。はい、代わりにね、まあ、謝罪というかご報告させていただきました。いやー、アクティビジョンも大変だね。はい、ということで、今回ね、強化ソルジャークレートが炎上して謝罪、珍しく謝罪をしたということで、皆さんにご報告と、まあ、なんでまあ、この1日2日遅れてしまったのかっていう経緯についても話させていただきました。よかったらね、まあ、今後このコールオブデューティーモバイルいろいろとやらかすと思うんですが、応援のほどよろしくお願いします。はい、ということで、私の方もね、これからもいろんな動画上げていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価もお願いします。ご視聴ありがとうございました。